レースのクランクインの前日に、はい、あの杉浦家の皆さんとうちの家族全員ね、はい、ホームパーティー遊んでて、僕が円谷さんに太陽くんがもう出たくて仕方ないと、そう、はい、ウルトラの世界に戻りたいよって言ってたら実現したんですよね。そう、銀河とコスモス共演したいって言ったら、はい、願いが叶いました。はい、もう本当に僕1996年生まれなのでちょうどコスモスが世代なんですよね。言ってそうだよね、うん、僕5歳だったんで、そうだから俺のウルトラマンを見て育った。そうです。でウルトラマンになったんです。そうです。要は僕の子供の時のヒーローと今回は共演させていただけたので、そうか、本当にこんな光栄なことはないなって思っていて、うん、撮影中も本当に太陽くんとね、なんて言うでしょうね、たわいもない話で盛り上がったり、そう、みんなすごい絆が深いからね、そこをなんかこうなんか素直にこう見させてもらって楽しかったですね。もう太陽くんが若すぎるんですよ。若すぎるかな。若すぎるんですよ。円谷さんを口説き落としたみたいなのがあったんですけど、そう、口説き落としたって口説き落としたというかなんとなくの一言だったんですね。僕の太陽くんがもうどうしても出たいと、なんとなくどうしても銀河出たいみたいですよっていう感じのニュアンスのことを伝えただけだったので、そう、カラオケでちょっと今度なんか言っといてぐらいな感じが、そう、出なかったら太陽くん決まりました、ほんまにみたいな。僕もびっくりでした、ね、はい、そう、だから信じれば夢は叶うっていうのはそういうことだなと。いや本当にそうですね、びっくりしましたね。今回のウルトラマンの復帰について、はい、まあ、辻さん何かおっしゃってました。いや、やっぱ喜んでましたね。うちの息子もちょうど今は3歳でウルトラマンが大好きな、銀河ももうオンタイムで見て育ってる中で、パパはいつも怪獣を倒しに行ってるんだって今でも信じてますから、その中でやっぱ息子のね、このパパへの活躍を見せられる場面が出るっていうのはやっぱすごく嬉しいですし、すごい親になって改めてウルトラやってよかったなと思いますね、うん、でもやっぱこう世代を超えてこうやってつながってるのをこう見ている人に伝えてあげたいですね、はい、ウルトラの世界は世代を超えてみんな絆が深いんだぜっていうのをみんなに見てほしいです、うん。